皆さんこんにちは、ペソでございます。謙信さんでね、全国統一を目指しております信長の野望武将風録ですね。何回目だ、6回目かな。はい、やっていきたいと思います。で、まあ能登をね統一したんです。統一っていうかね、制圧したんですけども、大雪でちょっと動けなくなっちゃってますので、とりあえず、褒美やっとこか。ここは動けるんですけどね、お米が相変わらず高い、あ、高いじゃない、安い。内政しかできないからね。
化学マシンだったか。でもね、商人がいないからね、無理なんですよね。あ、吉田さん切られた。
Thank you.
次第、まあダメだったらダメでね、戻ってきたらいいだけなので、はい、行ってみましょう。あー、山城やねんけども、まあどれぐらい鉄砲を持ってるかですよね。よいしょ、うん、ラッキーラッキか。突撃したろ、半兵衛さんね。
なんとかね、壁の上に登りたいですよね。よし、来た。伝令やってみましょうか。はい。ああ、ダメだね。で、ちょっと武将一覧だけ見て、あ、半兵衛さんがえらい低いな。ではね、お時間的にもよろしいようなんで、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。